皆さんこんにちは、大門です。今日は外出レクということで、利用者さん7名をお連れして浦安の郷土資料館まで、お出かけしたいと思います。浦安の郷土資料館どんなところか皆さんにご紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。行ってきます。なんかタイムスリップしたみたいですね。こんな家だったんですもんね。頑張れ。ほい、いた。これ軽くてどこまでも。はい。はい。おわ。はい。はい。うまい。ほい。じゃあね、最後ね、ここに入れちゃおうかな。ああ、そうだね。いくよ。そうだね。もう一回だな。あれ？三度目の正直。ああ！やめた。ねえ、これお風呂屋さんですか？あー、あ、本当だ。女男って書いてある。こういう銭湯ってのはもう今残ってないですもんね、あんまり。中入れるかな。あ、今日は閉店か。今日閉店か、残念。懐かしいですね。ここは釣り船や網船。これは実際に乗れるのかな。こういう船乗ったことある方いますか？ああ、乗ったことあります？天神祭り、大阪のね。うん。大阪の天神祭りで乗ったんだ。天神祭りでもね、こんな船がいっぱいずっと並んでいく。へえ。ね、残ってますね。ここは。船の製造過程を見せてくれるんでしょうか。やっぱりこうやって近くで見るとすごいですね。さあ、皆さん何のお魚でしょう。ここ泳いでるのは上にね、お魚の名前が書いてます。ボラもいればカレイもいるし、なんかでもサメみたいなのも泳いでるね。あ、いますか、サメ。これは何ですか。どれ、この無機包丁。これはね、貝をこうね、下からすくい上げるようにしてね、剥くわけ。あ、貝を剥くときに使う道具。今でも使うんですか。そういう使ってる人あるでしょ。海の方の人はね。あ、あ、大きい尺ですね、これ。タレを入れる。タレを入れるって書いてある。しゃもじなんかもすっごい大きい。そうですよ、みんな大きいもんね。ねえ。これはやっぱり海の漁師さんたちが全部使ったもんですよね。人数が多いからね。金谷さん、はい、今日は、浦安の郷土資料館まで来ましたけども、いかがでしたでしょう。いや、昔のいろんな珍しいものが残ってるのが嬉しかったわ。また来ましょうね。ね、ありがとうございました。富永さん、はい、今日は久しぶりの外出で、浦安の郷土資料館でしたけど、どうでしたか。いいよね、こういうのね。楽しかった。懐かしいよね。懐かしかった。やっぱりこうね、久しぶりにお出かけで気分転換にもなって、よかったですかね。なんかこう、生のこの魚をちょっと持ちたかったね。ああ、なるほど。じゃあ今度は生の魚を捕まえに行きましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。はいはい、ここは全然知らなかった。はい、知らなかった。あ、だからよ、ね、いろんなものも、昔のもの見られるから、
よかったです。よかったですか。ありがとうございました。小林さん、はい、今ぐるーっと京都資料館回ってきましたけど、どうでした？あ、とてもね、うん、楽しかったし、うん、参考になりました。あ、うん、どういったものが印象に残ってます？ね、お魚とかね、うん、お魚の取り方とか、うんうんうん、とってもね、うん、あの嬉しいです。あ、 昔のことが知れて。そうですね、うん。じゃあまたね、こういうお出かけも増やしていきましょう。はい。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。はい。ではお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした、これで今日は、浦安の京都資料館に来ましたけれども、またこれからもですね、少しずついろんな外出レクを増やしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。皆さんにもいろんな外出レクをこれからもご紹介していきます。お楽しみに。またね。